食事と運動、そしてセルフケア。セルフケアっていうのは心の健康を自分で管理すること。これら3つがうまくいくと強い体が作れます。こんにちは。京都女性漢方松見薬局管理薬剤師梅垣真由美です。それでは始めます。この強い体、免疫力のある強い体。では、免疫力を上げるにはどうすればいいのでしょう。大事なのは疲れた体をリセットし、元気な体に戻すことです。体の機能を活かせるように体力をつけ、自律神経のバランスをとること、生活習慣病の原因にもなる肥満を防ぎ必要な栄養をしっかりとること、良い睡眠で体のリセットをすることにつきます。まず、疲れが取れる食事のコツを頭に入れておきたいもの。食事は全ての基本です。腸の中には善玉菌、悪玉菌、日和見菌がいます。この菌の話は免疫教室7でお話ししていましたので、説明欄にリンクを貼っています。興味のある方は後で見てください。これら3つの菌が理想のバランスをとるには、発酵食品などで善玉菌を補い、食物繊維やオリゴ糖など善玉菌の餌になる食材を摂るほか、短鎖脂肪酸を増やすのがいいことも分かってきました。この短鎖脂肪酸、肥満の予防にも良いって言われています。そして、交感神経を介してエネルギー消費を促すなど、エネルギーのバランスを整える働きがあると言われています。短鎖脂肪酸を増やすためには、熟した果物、こんにゃく、海藻、ごぼうなど、水溶性食物繊維を多く含む食品、また、玉ねぎ、納豆、蜂蜜、ニンニクなど、オリゴ糖を含む食品を毎日の食事で少しずつ積極的に摂るようにすると、短鎖脂肪酸が増えると言われています。それでは次に運動の話です。筋肉、しっかり筋肉をつけると代謝が上がり、血流が良くなって再生を助け、健康を維持するホルモンの分泌も増えます。最後にセルフケア。ストレスや生活リズムの乱れを避け、疲れた時に早めに対処する方法も覚えておきましょう。今日のお話はこれで終わります。よかったなと思っていただいたら、チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。